大体40分ぐらいでは俺は終えたようです。俺は終えたようです。ここでいいのかな？そこしかないです。そこしかないです、むしろ。ここでいいのかな？あれだ、眠れぬ森の、あ、眠れぬだ、ね、眠れるだ。眠れぬ。眠れぬじゃない、眠れるだ。眠れぬ森の人って不眠症みたいな。ここにもないのか。オーロラ姫ずっと寝れてないみたいな感じになっちゃったな。びっくりしたよ、聞いて。最近寝不足なの。熊がやばそう。もう眼球真っ赤みたいな。どうもあれだね、人ん家に勝手に入るね、この子は。忍び寄る。美女の寝顔だって。うほー。うほー。オーロラ姫から離れなさい。ごめんなさい。綺麗な人だったんでつい見とれちゃった。気持ちはわかる。あなたは誰？それについては触れ。俺はベンテさん。そうでしょう。どうやら悪い人じゃなさそうね。あなたからはオーロラ姫と同じ純粋な光の心を感じるわ。オーロラ姫はなぜ眠ってるの？魔女マレヒセントに呪われて心を奪われてしまったの。映画ありましたね、マレフィセント。だったら俺がその心を取り返してやるよ。見ました。無理よ、マレフィセントの住む魔の山には危険な罠がいっぱいなの。じゃないです。2年ぐらい前だからってオーロラ姫をこのままにしておいていいのか。俺を信じてよ。このワールドの必ず力になるから。迷路のところが行こう。あー、やばい、覚えてない、全く。確かにあなたの夢だった。あの壁のやつで入れだったな。あなたの心を信じてるわ。全部あるんですっけ。行きましょう、魔の山へ。色の魔の山は森を抜けた先にある。赤と青と緑、黄色、紫。ちょっとなんか全部あったんでしたっけ。 Enchanted Dominion。発音いい。めっちゃいいな、発音。これあれなんですよ、 PSP 版だと動きがね、処理落ちが起きて遅くなるんですよ、速度が。覚えてる覚えてる。そこまで見とったのか。なんか売ってるかな。あ、キャラある、買っとく。まあ何よりは、なけなしの金で。あと34マニーですけど。なけなしの金で買ったよ。あ、じゃあもうポーション外していいんじゃないですか。いいかな。お任せしますけど。いいや、とりあえず。で、ここ豚が出るんですよね。確か。セッター、セッター、それ1しかくれませんもん、経験中。いや、ほら、はい、そこはいいや。一度聞いてもやめた。そこはいいや。ここにでかいのか。こうやってカメラ回しちゃうとどっちから来たか分かんなくなっちゃうんですよ、私。あ、そうか、マップがないから。そうか、そうか。いや、マップあっても多分結構な方向地ですよ、私。テラだとここでミシンと戦うんですよね。いや、タ、それ確かミシン、ミシンみたいなやつ。タ、タ、セ、それもらった。セッター、いや、ハッ、それ、なんか言おうとしたのに。バースバイ、バースバイスリープ、はい、もう、爽快感が好き。爽快感、爽快感が好きなんですよ。まあ、特にベントスなんてね、それタッセッター、もらった。あ、そこいたんだ。それタッセッ、やっ、とどめだ、やっ、やめた。
でるからいいやろ。ちょんちょん。通りますぎるな。見えたもんな、多分。確か、テラの時はこの奥の方に行くとまた、いろんなナッツを見えるのかな。外の、どこ中の奥ですか、今の反対側のとこに、実は出る。なんだこいつ、今いたっけ。ポケモンでこんなのかな。痛い。そんな水にしたいの。マリージだろ。さしじ。さすがにこのネズミの国の物語で地のことについて語る人じゃないから。それにいないですもんね、なんとかマウンテンで並んでるときに、地場堂のものとかって話をするカップルがいないだろうな。私だったらするかも。おい、どうするよ、地になったらどうするよとか、まあ、ある意味将来のことを考えてるかもしれない。会いたい。わらぎ能力。うん、うんとか言ってどこ行くの。そっちは。ちょっと可愛くない。あ、デブですか。おー、デブちゃんが。BBS のおデブちゃんまだ許せるんですよね。後ろから攻撃しないといけないところがないんで。シュン。シュン。楽しいな。楽しいな。楽しいな。楽しいというか興奮するというか。いやー、夢が叶って嬉しいですよ。私は痛い。ねえ、ぜひご一緒に見返したかったって。やるものがなかったんですよね。痛い、痛い、痛い。怒ってる、怒ってる。そいつで、ね、ごめんで。どこ行ったのってなる。レン君も食らった時の声で痛そう。うん。次に、え、なんか影が、影がカラスの影が降ってきてる。おっそ飛ぶの。もったいない。左手に宝箱。あったっけ？左？右です。左です。カメラの丸側。後ろです。そこにあります。そこにあります。あれ？あ、よく覚えてますね。全然覚えてない。まあ、ドミアスはもう全部 100% でした。なんで、まだ初めて。それで覚えてるのがすごい。発売したの。今年は2017だから。何年前だ？ 8 年前。ねえ、マジか。これ買ったの8年前か。いや。もう店行く前に行きましたよ。わがまがしいな。行き止まりだ。マレフィセントの封印ね。ちっちゃくねーっていう。
ださいあの田舎だとあの畑で作業しててこういう帽子かぶってますけどそれのおしゃれバージョンうちのおばあちゃんとよくかぶってました色ついてるこれおしゃれおしゃれおしゃれただ麦わら帽子だったのちょっとこれで日差しをかぶってあと多分右手ね右手が左手にアイテムがありますあれちょっとアクアの時だったかななかったらごめんなさいなかったらどうしてくれますなかったら謝りますありましたこれにありましたくそアクアの時も確かありますまあ確かこれ何も出ないんですよね確か帰りに出るんじゃなかったかな帰りがあったか覚えてますよねなんでなんでめっちゃギリギリ走ってた似たようなのかあれですね2のオリンポスでありましたねおおカメラがうまくいかないけどおおおおでここですよここが PSP だと処理を取ってたんですよ出たゴキブリ出たゴキブリだゴキブリじゃないですよ出たかいいなおきたたまにこのスピードレーベルに変わるときキュイーンっていうのが処理落ち遅くなるんですよ PSP だとたまにもね、ラブリーに出るあやあ、一旦戻ってもらって、ね途中にですね、記憶のスコアが立ち替わるんで、落ちてるんですよ。それはちょっと、右手です。ここの崖のところに登れるんで、そこに確か、なんだっけな、なんかのシュートロックコマンドが落ちてるんですよ。まあ、今。すごいですね。確か。ほら、アブソリートゼロ。覚えてる全然覚えてないや申し訳ないななんかあでこっちですそこですナビターンやめここあれですよねアクア編だと王子と共闘するんですけどその王子がまず使えないんだ確かにここの壁壊すんですよ協力して的なことなんかましたっけアクア姉さんの手を握ったんですよなんとなんとハレンチだあれどうやって行くんだっけいやあ、こっちがもう一回してるちょっと見にくいですかいやいや、大丈夫これぐらいでよく見えるぐらい目が結構悪いんですよね。そういうことか。ブー。すごい顔してる。あの先に何かありそうだな。退屈そうだな。わあ。退屈してやるぞ。なんか来たぞ。この曲ピートのイメージかわいい。ピートのイメージ。すごい雑魚みたいな。雑魚なんか弱い敵というか、面白い対戦の時に使う BGM。カーブトが暗いから。そうなんですよね。これを使わないと見えないな。青い丸を目指していくみたいな。見えないよ。あ、バカバカ。すごいのがいっぱい出てくるおわぁあちゃんキグレードは変えてないかあ、そうですねミスルワークスだと攻撃力下がっちゃうんでとりあえずそのままでまだいるぞキピンって聞こえるあれなんだこれそこから大だれすごいこっちの方まで
ここ何ここは何うわ、こんなにいたっけ。あれ私は今どこにいるの私は今どこ、私は今、あれこっち来たとこでしたっけ。それいけないです。とりあえず敵全部倒さないといけないんですか。あ、そうなの。何も読んでなかった。死にたいがために。こんだけやってないとこんなに忘れるもんなんだな。忘れますよ。まあ、勉強するまで忘れますよ。一回実況してたんでね、これは覚えてた。すげえな声だな。ブヒーブヒー言って死んでったけど今。さすが実況するときはしますね。見直していただいて。そう、この BBS のストーリーが気になるあなたはぜひ僕の動画を見てください。はぁ、宣伝をやっといけるのかい。こっからですよ。あの迷路が来ますよ。ズドドドドドンドドドドドン、はい、イカセンブヒーお前な、青じゃなかったような気がするんだけど、なんだっけな。青ですね。青ですね。青だっけな、青しか見てないっすよ。赤じゃなかったっけ。あ、なんか音が優しくなりましたね。なんか PSP でガン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 みたいな、すごいうるさい音が。もう来たもので行くしかない。どうやってここ突破したんだっけ。なんか迷った覚えはありますね。うん、私も結構やってましたよ。15分ぐらいやってました。なんか別のとこ行けるんですよ、これ。いたー。君はいいや。僕は出してくれない部品。で、そこをうまくジャンプしていく。あ、おぉ。ちょっと待って。痛い。やめない。やめないか。暗いな、ここ。暗いね。見えないの。ほぼ見えないですかね。お、いいです、いい感じです。このおっさんになるとね、目からこうすればよかった。あ、めっちゃ見えます、これ。あれだ。目がチカチカ見えます。暗くしてるんですよ。見やすっ。うん、見やすい。なるほど。じゃあ皆さんもまだお若いからですけど、おっさんになるとね、ゲーム画面の照明が明るすぎて目がチカチカするんで、Wii U のパッドとかも全部照明一番下にするんですよ。チャンチャンチャン。それをやるとモンハンで失敗するんですよね。どこにモンスターがいるか見えなくなる。目が光ってるモンスターだけ動くよ。そんな感じになっちゃうんですよ。ガンムシ。すげえ見やすくなったな。あれ、あ、どこに私は走ってたの。壁、壁に走ってたぞ。あ、今緑から来ました。緑から来ました。こうなるんだよね。じゃあ、これだけど。あの、おお、着いた。着いたー。意外と早かった。進歩があった。進歩があった。私、15分かかりましたよ、ここで。キプレイだけの。この速さ。ここなんかあっさりしてるんですよね。なんかね。うん。短っ。ふふ、これで呪いが解けるな。
あれ、ここのボス何でしたっけ？マレフィセントじゃないでしたっけ？もう忘れたの？バクアの時はドラゴンと戦いましたけど、この王子と。そうだよ。君も言ってたろ。夢ですか？夢であったって。夢でお会いして以来ですね。新しいナンバーちょっと使ってみようかな。どこのカスパだ夢で出会ったあなた。使いますよ、今度から。本当に会える。君は誰？名前は？君の名は名前も知らないのにこんなイチャついてるのかい？それはこの腰に手を回す人いますよね。今度はいつ会える？もう会えないわ。無理よ。あなた無理だもの。腰に手を回す人なんて。では、今夜、森の奥の小さな家で。ちょっとこれは家で何する気だ？森の小さな家？第2ラウンドをする。第2ラウンド。第2ラウンドって。第2ラウンド。今のは何？オーロラ姫の記憶よ。記憶があれがやだな。ナンパされて腰に手当ててみたいな。夢が現実になったんだ。ごめんなさい、もう夢も何もないこと言っちゃいますけど。夢は思いの強さ。オーロラ姫の強い思いが真実の愛に巡り合わせたのね。あなたの心にも強い思いがあるわね。とても強い光を感じるわ。レン君の運の光好きだわ。私たちも帰りましょうって。手悪さが始まった。まっすぐです。なんで今止まってたんですか？あ、そうか、マレフィセント本体と戦うのドラゴンじゃないか。そっかそっか。そうだったような気がする。で、その後に騙されないで、ベンって来るんだよな、アクア姉さんが。で、この子たちと、この子じゃない。そう、この子たちと戦うんですね、一緒にね。オーロラ姫の心を解放したのは、お前か。マレフィセント。もともとはいい妖精だった。お前がオーロラ姫の心を確かそんな話でしたね。あの映画もなんかイーオーセンさんが人間に恋をして、ね、キーブレード、お前がベントゥス。なんで俺の名前、それにキーブレードのことも。キーブレードは心を集める鍵、テラがやってみせてその発想なかったな。テニスボールか。ここにいたのか。その発想なかったですね。俺そうだよ、テラがオーロラ姫の心を奪ってくれたのさ。デタラメ言うな。お前には手出ししないように言われていたけど、そうはいかないようだね。ここか。逃げましょう。そうや。おじさんたちが戦ってよ。なんだかんだあのおばさんたちすごいですからね。空の上で作っちゃいますからね。妖精たちと協力しマレフィセントを倒せ。向かってったらすぐ真ん中に来ちゃったりして、なんか移動した覚えがありますね。今なんで一瞬あれが出た。女性が女性が、いやなイカズチが来る。ちょっとアングル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 。お見せますね。アングルが。近い。どうもいいか。何の移動？あ、テニスボール使ってる。もう覚えてないな、さすがに。あー、出た。
邪魔よ。あ、嫌だな。おおおお、これ壁。壁。それ壁。壁だよ。合わないよ。合わないよ。あ、いいよ、俺だ。あ、おいわ、お前じゃない。なんかなった。なんか始まった。なんて言ったんだ。ウィンナー、カズちゃんの時ウィンナー妖精さんだったら何やってるんでしょうね。ちょっと協力してくれましたけど。こいった。うわぁ。ホラーゲームみたいな感じですよ。なんか。ちょっと待ってよ、瞬間に近づいて。暗いからやめて。見えないよ。どうなの？あー、来たー、ここで来たー。頑張れー。あー、痛くなっちゃうよ。とりあえずダブル。お互い見せますね。必ずフィニッシュで。サンダーボルト。来ました、サンダーボルト。サンダー好きですね、無駄に。攻撃しやすいんで、ファイヤーとかに比べると。そんなに、そんなに。オーロラ姫の心を奪ったなんて嘘だ。そうだそうだ。本当だと思う。テラは心を引き受けてくれたよ。嘘だ。騙されないで、ベル。アクア。これ PV だと騙されるなんですよ。テラがそんなことをするはずがない。結構濃いセリフになってるんですよ。っていう話を確か自分の実況でもしました。うん。PV の時とはそうかい。セリフは回ってました、ね、お前がベン、そしてアクア、それにしてもなんと美しい友情だろうかね。私も仲間に入れておくれ。でも真実は残酷なものだよ。言ったら可愛い、ね、私も仲間に。マスターに言われてきたらベン、友達だよ。一緒だずっともだよ。テラはまだ帰れない。私たちはずっともだよ。テラを追ってお前の目で確かめる。燃える。テラあんなの同窓会に行っても絶対一人で携帯いじって終わるだろ。あいつ来てるよ、マレフィセント同窓会来たぜみたいな。お前水持ってけよ。俺早くテラに会わないといけないんだ。ベンするポーズ。テラ、どこにいるんだよ。悲しくなりますね。PV で散々聞きましたね。フェアリースター、これなんだっけな。魔法力が高いやつですね。って書いてありました。うん。どうします？攻撃力上がったかな。手の動きが手話。まあ戦うのはテラ編ですけどね。このワールドあれだ、葉っぱカッター野郎が出てくる。それです、それです。めっちゃあれうざいんですよ、行く手を阻む。あ、それこそあれだ、後ろから攻撃するタイプの。あいつ、そんな野郎が。あー、これか。あー、あ、そうか、3つ終わったもんな、ワールド。あ、1回来るんでしたっけ。1回戦ったはずです、この後。場に出すと。
どうします？まあ順番に考えましょうね。